なかなかいい声でね。いねえな。おいおい、姉ちゃん。何回かやり直した。わか、いや、荒川雅人さんは本日はまだお見えになっておりませんが。そうっすか。すいませんでした、若。白木が立て込んでて。場所をわきまえろ。はい、というわけで今テロップが出ましたが、はい、うん、荒川雅人という人間がいますと。これ一体誰なのかというと、春日一番が所属している荒川組っていうところの親分、荒川真澄の実子、息子になります。で、見てもらって分かるように、はい、まあ、ちょっと体を患っているような病弱な人なんですね。で、これ春日一番と同い年、二人とも若い人間なんですけど、うん、この、まあ、言ってしまえば、はい、若君ですよね。この若の日常のお世話っていうのが春日一番のこの頃の大きい仕事の人だったという。いや、まだいいか。怪我じゃないんでしょうね。もう、はい、だから今日たまたま具合がありじゃなくて、もうずっとこんな感じの日常的にこんな感じですね。はい。最後に立ちそうみたいな、今なんかツッコミ入ってましたけど、最後じゃなくてすぐ立ちますから、ご覧ください。はい。で、ちょうどこの日は、はい、あの一番がその和歌に頼まれて町にまあ遊びに出かけてるんですよ、はい、それなんでっていうと、この和歌の彼女のまあ誕生日で、和歌の彼女っていうのはまあいわゆるホステスさんなんです。だから今そのお店に何とかして行こうとしてます、うん、そのためにこんなことをこいつはやろうとしてるんですけれど、それ海外から取り寄せた最新のエフェドリンだ。エフェ一種のドーピング薬だ。交感神経に興奮を与えることで弱った体でも健康体と同じように動かすことができる。効果は短時間だが即効性がある。ちょっとなんでそんなもん持ってんすか。今日は俺の女の誕生日だ。こんな体で恥かかせらんねえだろう。いや、でもそれやばい薬なんじゃ。ちょっと皆さん真剣なんで黙っときますね。そうですね。ここ黙っとけってコメントがいっぱい入ってたら黙ってますから。俺無理っすよ。やめましょうよ、ワカ。こんなの危険ですって。育児のねえやつだな。若立つよ。行くぞ。いよいよ最近ちょっと心臓ね、心臓はまああんまりね。バカシャレならん。